はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、最近ですねハマってるギミックがありまして、クソレッキのスプライドスプリンドっていうねぶっ壊れモンスターが実装されて、でまあこいつでできることがまあ無限にあるんですけども、やっぱねやっ一番なんかその可能性を感じるというか強いなと思うのはゲールドグラを落としてでエルフで蘇生するっていう動きなんですよね。でゲールドグラって3000ライフ払うとエクストラ敵からモンスター1体墓地をくれるよっていう効果なんですけど、これをスプライトスプリンドとエルフのムーブを絡めることによって無限回打つことができるんですよね。で無限回このカードの効果打てるんで無限ループが発生して儀式魔法とか儀式モンスター永遠にサーチするっていう動きができるんですよ。だからスプリンドのおかげでなんか結構一番初動から儀式魔法儀式モンスターが無限にサーチできるっていうまあことが、まあ、可能になってるんですけども、これでまあじゃあ何をしていけばいいかなと、まあいろいろね儀式モンスターって強いモンスターいっぱいあるんですけど、今日はですねちょっとロマンに全振りをしまして、私大好きな儀式モンスターがいましてですね、ブルーアイズカオスマックスドラゴンって言うんですけどこの最強モンスターを3体並べで、その横にさらにブルーアイズカオスドラゴンも2体並べて、盤面全部ブルーアイズカオス系の儀式にしようかなと思ってます。このカードは相手の効果の対象ならず効果で破壊されないっていう体制が両方ともについてますんで、まあ、全モンスターが効果の対象ならず効果で破壊されないというで、しかもなんか打点が3000と4000というね、ガチでやばい、このムーブをね、皆さんにお願いしていこうかなと思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルサバイ。気づいちまったわ俺、このデッキマジで何でもできるついに新しいおもちゃを発見してしまった男。最近結構クソデッキって言われて、僕ずっとゼンマイギミック使ってたと思うんですよね。ゼンマイとかいうぶち壊れムーブ、最近は発見したこの最強のスプライトスプリンドとかいうモンスター、これマジ何でもできるわ。これマジ何でもできるから、じゃ最近はちょっとこれを使ってねクソリッキ作っていこうかなと、今後はね思ってるんですけども、いやこれマジ何でもできる。いや本当にこのなんかスプリンドプラスエルフとかいうなんか激モルーとか激モルーとか存在してる段階でもうやばい。これはほんまにゲールドグラをパイセン出して、はい、で、パイセンの効果を発動して、でこれちょっとね痛いのがね、これライフポイントを削りすぎるっていうところだね。デッキの、まあ、良くないところというか、まあ、弱点というか、なんでかっていうと先行でライフが500になるからいや減らしすぎだろみたいな話あるんだけど、まあ、これでまあ一応ねいつものコンボパーツが揃ったので、まあ、とりあえずちょっとリンクスワーにできないこのバカどもは一回エクシスワーにしてちょっと回避させていただきますね。リンクスワーにならないっていうテキスト余計なんだよな。で高等儀式、まあ、リンクスワーになったら強すぎるけどね。でバトスバスターを出していく。でバトス特殊で、バトス特殊が成功時魔剣カード持ってこれる効果で、これでマクテヤルを持ってくる。いやこのね動きがね非常にねやっぱりね美しいですよね。うん、これだけでやっぱりイゾルデを作るにいけるというのは、でしかもなんかこのアックスレイダーとかいうなんか史上最強のモンスターを採用できるという点も評価に値するね。うん、アックスレイダーって史上最強モンスターを採用できるというところもいいところ。はい、で豪炎の剣士爆誕させていくでしょ。で豪炎の剣士とアックスレイダーであ違う違うこっちこっちリプロドックスじゃなくてイゾルデを出していく。はい、とでこれクソリッキー大好きマンの皆さんにちょっと説明するとこ何をしてるかっていうと、結局ねゲールドグラの効果を何回も無限に使うためにはですね、まあ、こいつのライフコストを無視できるようなコンボをしなきゃいけないんですよね。なんで、まあ、粘土増幅装置が一番早いから、これを使って、リナルドを特殊して、で粘土増幅装置を回収し、はい、でサイキック族にしかこれ装備できないんですけど、サイキック族モンスターのなんか効果発動するときのライフコストなくなるよっていう効果なんですけど、サイキック族に変えればいいと、はい、このモンスターをね。というわけでリプロドックスの、リンク先のモンスターの種族をサイキック族に変更。やっぱリンク召喚って悪の文化だよな。これ許されてるのなんでってなるけどね結構リプロドックスやばいと思うんだよね。こいつさ、なんかおいおいやばくなりそうじゃない？なんかまたなんか種族がどんどん強くなる。
ところでこいつパンパンって適当に出してこっから展開していくみたいなことできそうだし、なんかね未来の禁止カード候補ではあるかなと思ってます、リプロドクス君はぶっちゃけ。うん、俺はね。でこっからはもうあと無限ループなんですけど、サイフレームロードオメガがこれ対1ないんですけど、なんか墓地のカード戻せるよと自分と一緒に、これがありまして、だからこれゲールドブラの効果でなんか儀式のカードサーチするじゃないですか。なんかその後にまたそのオメガで戻せばもう無限にアークでクレアラとか使い回せるんですよ。今やってること分かります？これだからこれ無限なんですよ、これこれが無限ってやつですね。でデクレアラーでなんか好きなカードを一生サーチして、で儀式のコンボパーツを揃えていくと、これだからこれ理論上ですよ、理論上儀式パーツ何でも持ってこれるんですよマジで。なんかやろうと思ったら例えばあのゴルフボールとかあのアーデクとかあのから絡めてあのパーフェクトデクレアラーとか、あとあのアルティメットデクレアラーとかね、ああいうのも別に持ってこれるし、あと儀式で強いのってなんだろうね、あいつとかはだ、アモルファクターだっけ、なんかあのメインフェーズ1スキップしますみたいなやつとか、ああいうのもいけます。はい、あと儀式強いやつなんだろう、ちょっとなんかパッと見思いつかないけど、儀式のギミックだったらこれマジで何でもできるから、これで今日はですね、史上最強モンスターをですね、盤面に並べていこうと思っておりますんで、マジ長え、ごめん、気持ちつコンボパーツかき集めんのだるすぎる、マジでこれ作業が多すぎんだよこれ。あー手が疲れる、手が疲れるよ、クリックしすぎたカードを。なんか何も戻しとこう、なんか何でも戻し、何でもいい、これなんか戻しといて、でそろそろこれコンボパーツ揃ったな、そしたらですね、まあ、とりあえずマスカレーナいくか、マスカレーナ出していく、はい、はい、で2体でリンク、トロイメアグリフォン、はい、でこれはリンク先にモンスターが意外と効果発動できるんで、あのモンスターなんですけども、はい、で手札より儀式魔法行動儀式術を発動、デッキよりブルーアイズホワイトドラゴンの魂を埋葬、あらろブルーアイズカオスマックスドラゴン3連発いきます。行動儀式術を発動、ブルーアイズホワイトドラゴンを墓地へ送り、ブルーアイズカオスマックスドラゴン、さらに高等儀式ケースを発動、高等儀式ケースの効果によりブルーアイズホワイトドラゴンを墓地送り、あらあれろブルーアイズカオスマックスドラゴン出しすぎでしょめちゃめちゃな、めちゃめちゃな場面できる。で自分の墓地のブルーアイズを除外し、ブルーアイズカオスドラゴン、さらにカオスドラゴンを除外そう、この史上最強の満面を見よ、ブルーアイツ儀式ドラゴングオレンダつぁー、このモンスターたちは、効果では破壊されず効果の対象にはならない、さあかかってきやがれ。あてか俺ライフ500しかないから、これもしかしてこれトロイビアグリフォン殴られたらおしまいじゃねえ、これトロイビアグリフォンじゃない方がいいわこれ、やばい、ちょっとなんか俺脳死でトロイメアグリフォンなんか作ったけど、これ殴られたら終わりやん、3000でやばい、ちょっとそれが一番やばいかもしれない、ちょほんまにやばいこと気づいた、これちょっとトロイメアグリフォンじゃダメだわ、これトロイメアグリフォンじゃなくて、はい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 、雑魚ですね、こんな貫通するんですよ僕のモンスターは、そんな守備表示モンスターでどうにかできると思ってるんですかあなたは、えっ、は？いや絶対おかしい、ブルーアイズ儀式モンスター交代並べたら勝てるんじゃねえのかこのゲームは、なんでだ、全然勝てないぞおかしい、
効果の対象にならず効果では破壊されないモンスター ×5 だぞ。さすがに強いだろ。弱いわけないだろ。いや俺は学んだね。あのねこれアストラムの方がいいわ。これここね、トロイミアグリフォンとかいうね、わけわからん打点低いモンスターだ と殴られて負ける可能性あるから、これもうほんとアストラムとかいうの全部、これ全モンスター対象に取れねえっていうのがガチでやばいムーブして、で全モンスター対象に取れず、全モンスター効果で破壊されないとかいうマジでやばい動きしてから、ブルーアイズカオスマックスかけるカオスドラゴンだわ。ああ。これで相手の展開を鼻くそほじりながら見守ってれば勝てるだろう。ああ。これが最強と、いうことを証明してみせる。あらあら、ブルーアイズの魂を埋葬し、ブルーアイズカオスマックスドラゴン、ブルーアイズカオスドラゴン、見よ強人無敵最強、これが史上最強デッキ。倒してるもんなら倒してみろ、この史上最強のドラゴンたちをな。まあ、ちょっと一人だけサイバーストけるけどかっけえ、なんか全部青い、全ての盤面が青い。あっ、翡翠、なるほど、珍しいね。まあ、でも翡翠エジルごときでね、何かこの盤面突破できるかと言われると、まあ、ちょっとエジルギュミルめんどくさいが、まあでもギュミル言うてあれだな、大したことないわ。何あの除外されないとか破壊されないとかいうそんな効果しかないから関係ないね、一切関係ない。もうただ高打点でぶん殴ればいいから遊戯王はパワーのゲームなんだよ。高打点でぶん殴れば勝てんだ基本的には。まあ好きなモンスター出せよ。バロネスか、ショウエイとか、ショウエイちょっとやべえな、ショウエイちょっとやばくねえか、ショウエイは若干やべえぞ普通に。まあでもあれか、守備力ゼロにして貫通さして勝てるか、カオスドラゴンで殴って貫通能力を付与してカオスマックスでぶん殴れば勝てる。これもいける。やっぱカオスドラゴンって強えんだよなマジで、本当にね。なんか全然ショウエイとかじゃなかったわ、ショウエイ出てこなかったら余裕だろマジで。なんだこれ、マリンセスブームしようなんか急に。ジーランティス、あこれ、これコーラガレモネの制約入ってんな、あおかしくないこのゲーム